刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山哲和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様ぜひ最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、ということで、今日はですね、4月の30日、4月の最後の日を迎えましたけれども、本当にあっという間ですね。私が住んでいる青森県の弘前というところはですね、まだ弘前さくら祭りというのが絶賛開催中ではあるんですが、まあ、今年は早咲き、例年にない早咲きということで、桜、ソメイヨシノの方はちょっとですね、まあ、見頃は終わってしまったんですが、今ですね、これからリンゴの花ですね、まあ、リンゴも有名な場所になるんですけども、リンゴの花が、まあ、咲き誇っていくという時期になってきております。まあ、それもですね、結構早いんですよね。やっぱいつもね、5月の中旬ぐらいからポツポツっていうイメージなんですけどね、もう4月の中旬ぐらいから早いとこは咲いたなんていうニュースも聞いたりしました。本当に早いですね5月にね、もう差し掛かろうとしている中ですけど、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。まあですね、ちょっとこの番組気楽に、息抜きでも聞いていただけたらなというふうに思いますので、よろしければですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmdino1.com 797@fmdino1.com。 この番組は YouTube でもですね、ネット配信させていただいております。 FM ギノワンのホームページ、YouTube のですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。結構ね、いろんな方見てくださっていて本当にありがとうございます。取り留めもない話をしてるんですけども、お役に立ってる情報はあまりないかもしれませんけど、はい、本当に息抜きがてらに聞いていただければと思ってます。またサイバル放送もですね、行っております。スマホで聞く場合、アプリのリスラジか、マイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますのでですね、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にぜひご参加くださいということで、それでは今日も始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、フェイスブックページからお問い合わせください。はい、ということで、改めましてお相手は松山秀和と申します。つながるラジオ、毎週日曜日の5時半から6時までのお時間を担当させていただいております。はい、ですね、4月から始めまして、このつながるラジオ、今回が5回目、いつも何回目か分かんなくなるんですけど、今日5回目ですね。はい、5回目で少し慣れてきたかな。でもまだやっぱり慣れてないですね一生慣れないでしまいそうな、そんな気もしますけどもですね。先週はですね、ちょっと弘前の桜祭りの模様をですね、ちょっとレポートという形で、音声と、あとは YouTube の方はですね、動画も交えてお送りをしてきました。お送りさせていただきました。はい、まだねご覧になってないよという方は YouTube の FM ギノワンさんの YouTube からご覧いただけますのでですね、つながるラジオで検索していただければ出てくると思いますので、ぜひ見てください。ちょうど桜満開の時に撮影してきて、その弘前公園っていうですね、
の桜の名所のところからお送りをさせていただいた、収録をさせていただいた、そんな回になっておりますので、はい、ぜひ編集の分もですね、お聞きいただければというふうに思ってます。で、実はですね、この4月っていうのは、本当はまあ自己紹介をしていく、まあ、お前誰だっていう話をですね、じっくりゆっくり、時間をかけてやっていくっていうことで、自分の中で決めてたんですけど、まあせっかく4月桜咲いたなということもあってですね、ちょっと先週は遊んでみましたということなので、自己紹介はあんましなかったんです。あんまりというか1ミリもしてないです、先週はねしてないんですよ、はい。なので、今週はですね、まあ、4月30日、4月最後を締めくくるように、まあ、自己紹介もちょっと完結していけたらいいなというふうに思います。完結するのかな、わかんないけど。はい。ですね、まあ、1回目から自己紹介してるんですけど、まあ、1回目は今のお仕事ですね。何やってるのかっていうことについて、今こうデジタル化を推進していこうよっていうようなですね、DX っていうような言葉もあるんですけど、そういうデジタル化を推進しようよっていう DX コーディネーターっていうふうなお仕事もさせていただいております。2回目の自己紹介はですね、私が一番最初に就いたお仕事の話、まあ、ユニクロの店長だったんですけどね、ユニクロの店長の時のお話だったりとか、あとは GU っていうですね、事業を立ち上げさせてもらったりとか、 GU で働いていた時期のお話をさせていただきました。で、まあ、その次がセブンイレブンにですね、転職をしたので、そのコンビニ時代のですね、ちょっと裏話みたいなことをちょっとさせていただいたりしましてですね、で、前回は桜祭りスペシャルで、まあ、今回、まあ、最後に自己紹介なんですけど、今回はですね、まあ、そのセブンイレブンの後どんなことをしたのかっていう、お話です。ですね、コロナの前だから2019年になるのかな、2019年に、まあ、あのセブンイレブン退職いたしまして、ちょうど、まあ、40歳にはまだなってなかったんですけど、あともう 2,3 年ぐらいで40歳になるぞっていうタイミングだったんですよ。で、まあ、私はずっとですね、今は青森県に住んでるんですけど、実は、まあ、2022年なんで去年ですよね、去年 U ターンをしてきたんです。で、それまでは18歳の時にこの青森県の地元を離れて、ずっとこう離れたまま、まあ、実家暮らしではなくて、全国転々とするような、まあ、ユニクロ時代は転勤が多いかったのでですね、転々としたりとか、あとは東京近郊でのお仕事っていうようなことをやってたんですよ。だいたいちょっとこう40歳ぐらいをめどに、なんかこう地元に帰ろうかなっていうのは、こう人生のプランニングの中でぼんやりですけどね、ちょっとこう決めていたところはあって、で、逆算するとあと 2,3 年だなと、では最後にちょっとなんか自分が本当に一回やってみたかった仕事をやってやってみようかなと、なんかそんな気持ちが湧いてきてですね、で、チャレンジしたのがエンタメの業界だったんですよね。やりたいなと思ったのがエンタメの業界だったんです、で、実はその私が新卒で、就職活動していた時も、最終的にはユニクロに入社をすることになったんですけど、この小売業界に最初からこう転職が、就職活動をしていたわけではなくてですね、実はエンタメの業界も会社さんたくさん受けてたんですよ、で、その時はどこ受けてたかな、ホリプロさんとかも受けてたし、あとアミューズさんとかも受けててですね、アミューズはあれですね、福山雅治さんとか、あとはサザンオールスターズさんとか、なんかパフュームさんとかですね、深津絵里さんとか、なんかやっぱりもう大手芸能事務所っていう感じのところなんですけど、
アミューズはあれなんですよね、アミューズさんって言ったりアミューズって呼び捨てしたりどっちなんだみたいな感じです、統一性みたいな感じですけど、すいません慣れてないんでごめんなさいアミューズはですね、なんか一番最初にエントリーシートを出した時にリクナビっていうね、そういう転職じゃないや就職のサイトがあるんですけど、そこでエントリーシート出した時に、ね、だって2万人超えてたんですよ。2万人くらいいて、最初のエントリーシート提出した人が。で、採用人数がね、あれは2人だったんですよね、確か。2人。2万分の2っていう、ね、すげえ確率ですよね。2万人。宝くじ当たるぐらいなのかな、わかんないですけど。まあ、それぐらい確率低くてですね。で、それでもですね、ちょっと自慢じゃないんですけど、最終面接まで僕行ってるんですよ、実は。だから2万分の10まで行ったんですよ。2万分の10まで行ったんですけどね、ちょっと最後の最後で、ちょっとこう、あまりアピールしきれなかったんですかね。まあ、ご縁がなくてですね、ちょっとそのエンタメ業界のお仕事には、新卒ではつくことができなかったんで、まあ、一回チャレンジしとこうと。いうことでですね、まあ、チャレンジをしました、うん。まあ、コンビニ業界からエンタメ業界にちょっと転職をすることにしたんですね。まあ、ありがたいことにですね、ちょっとご縁をいただくことができて、エンタメのお仕事に就くことになったんですよ、うん。で、まあ、そこの会社も結構大きな会社でですね、どこまで話せばいいのかよくあんまりよくわかんないですけど、まあ結構有名な、タレントさんとかも所属している、まあそういうグループの会社も持っているとかですね、芸能事務所もあったりとかっていうそういう会社に行きました。で、私はじゃあその中でどんな仕事をしたかっていうとですね、まあやっぱりエンタメのど真ん中の仕事を最初していたわけではなくて、カラーコンタクトレンズのですね、製造販売のお仕事、そういう事業があって、カラーコンタクトレンズ事業っていうのはちょうどそれが立ち上がったタイミングだったんですけど、そういうカラコンの事業をこううまくこう売り上げを、ね、こう上げていくために、採用してくださったんですよね、うん。なんか当時そのちょうど事業立ち上げたばかりで、そのプロジェクトチームの中にはですね、なかなかそういう小売業界の経験の人がいなかったというようなこともあって、うん、でちょっとこうそういうのに詳しいというか、そういう経験のある人がいたらいいよねみたいな話がきっとあったのかな、うん、あったんだと思うんですけど、そこに私がエンタメの仕事やりたいっていうことで来てですね、実は私 AD で行ったんですよ。アシスタントディレクターテレビ制作したいっていう気持ちもちょっとあって、本当自由な生き方してですね何やってんだっていう感じなんですけどAD で面接受けに行って、で面接担当の方とお話ししているうちに、まあ私小売業界ずっとね、やっぱり長く15年ぐらい勤めてたので、まあ、そういうノウハウがあるんだったら、なんかこういう仕事、そういうカラコンの事業が今立ち上がったところなんですけど、そういうお仕事もどうですかねっていうふうにちょっと逆にお話をくださって、あ、そういうのも私やってみたいと思いますっていう、私でよければとお誓いになれるんであればっていう形で、そっちの方向、ね、同じグループ会社の方のそっちの方の面接に行かせていただいてですね、そこで採用いただいたんですよ、うん。なのでエンタメのこと真ん中っていうよりもちょっと関連会社から入っていったっていうイメージですかね、うん。でそこもですね結構面白くって、まあ大変だったんですけどすごい楽しかったんですよね。で何が楽しかったかっていうと、それまで私サラリーマンずっとやってはいましたけど、どちらかというとこう自分たちで商品を作って自分たちで販売していく会社ってそういう会社にしか実はいたことがなかったんですよ。ユニクロもそうですし、セブンイレブンもそうなんですよねもう自分たちでお店構えてるじゃないですか、うん。なんかこういわゆる何ですかね、外の人たちとこう取引をするみたいな、そういう仕事の内容ではなくて、
本当に一般のお客様に向けにこう販売をしていくっていうようなお仕事が多かったもので、あんまりこうオフィスの勤務とか会社のそういうなんだろうな事務的な仕事っていうのは、お店の中でもね事務的な仕事はもちろんやってたんですけど、一般的な一般事務的な仕事って実はやったことがなくて、でそこの会社カラコンのねその会社に入らせていただいた時にいろんなことを知らないなって気づかされたんですよね。で一番最初には知らなかったのはGoogle のねあのアカウントの中にいろいろ機能があると思うんですけど、スプレッドシートっていうね Excel みたいな機能とか Google ドキュメントっていうそのワードみたいな機能とか、ああいう機能があるじゃないですか。ああいうのビジネスの世界だと普通に今使われてるのは当たり前に使われてるんですけど、私そういうのを知らなくて、 Google スプレッドシートって知ってますかって言われて私は分かんなかったんですよ。何ですかみたいな感じだったのもそうですし、そんなんばっかです。チャットワークってね、まあ、そのビジネスやってる人だったらまあもう当然そんなん使ってるよっていう方多いかなと思うんですけど、チャットワークも知らなかったし、スラックも知らなかったし、あと一番知らなかったのは LINE、まあ、携帯には入ってたんですけど、あんまり LINE を使ったことがなくて、LINE がパソコンに入れられるっていうことも知らなかったんですよね。LINE ってパソコンに入れられるのみたいな。携帯アプリじゃないのっていう。そういうのも知らん。本当知らなかったんですよね。いろんなことを。よく15年社会人やってたなと。まあ、そこまでのことじゃないのかもしれないけど、今必要じゃなかったんでね。それまでの会社だと。結構知らないことあるなっていうふうに思って、そこだからそういう、まあ、新鮮だったんですよね。あとは、まあ、そのカラコンを、ね、こう売っていくっていう風なお仕事の中に、当然こう売ったら、ね、請求書を出すとか、あとは逆に、ね、請求書をもらって支払いをするとか、そういう本当に一般的なお仕事もあるわけなんですけど、私も請求書っていうのを作ったことがなくて請求書って、まあ、見たことはありましたけど作ったことがやっぱないなかったんですよね。請求書ってどうやって作るのかなとかって Google で調べたり、なんかそんなことでやってましたね最初。いや結構そんな昔の話じゃなくていつの話だ、2019年だから、まだ丸4年経ってないぐらいですね。この3年ちょいぐらいの話でコロナ入るちょっと前のぐらいの話なんでそれまでなんか本当に基本的なこと知らずに生きてきた、なのでですね、そのカラコンの仕事させていただいたのはすごいありがたかったんですよね。なんかいろんなこう、あ、会社ってこういうふうに動いてるんだなっていうのをきちんと肌で感じることができて、ダイレクトに自分でもやらせていただけたっていう経験がすごく大きかったんだなと感謝してますね。でカラーコンタクトレンズもね、自分はちょっと裸眼なのでカラコンつけたことも普通のクリアレンズもつけたことないですけど、でもいろんなやっぱり知らないことを世界をね知っていくっていう作業が楽しくてですね、毎日がこう新鮮な気持ち、でまあ大変なこともねもちろんありはしましたけど、でもなんかすごくこうたった1年間だったんですけど、実は1年間しかやってないんですが、そのカラコンビジネスっていうのは、でも密度の濃いというかですね、なんかそんな時間でした。でその後ですね、まあ、コロナにやっぱりこう突入をしていってですね、いわゆるこう緊急事態宣言でコロナ1年目で外に出るのもなんかこうダメみたいなあの時ですよね。カラーコンタクトレンズっておしゃれ装備品じゃないですか。外に出るっていう時にやっぱつけるものなので、まあ、美容品全般だと思うんですけど、ファンデーションとかね化粧品系もそうだと思うんですけど、
やっぱり美容業界ってものすごく売り上げ落ち込んだんですよね。ファッション業界でもやっぱ外出ることがなくなったじゃないですか、あの時って。でカラコンもやっぱりね、業界の売り上げが半分ぐらいまで沈んでしまって、なかなかこう厳しい状況に、追い込まれたんですよね、業界全体として。で、私が担当していて、いたカラーコンタクトレンズもやっぱそれも同じような状況でして、でどうしようかという時に、そのたまたまいた会社っていうのは、私はカラコン関連の事業にいましたけれども、他にもいろんな事業があってですね、そういうエンタメど真ん中の芸能事務所さんみたいなのもあるんですが、芸能事務所さんなんてもっと大変で、本当にテレビとかね、ラジオとかそういう出演案件がめちゃくちゃなくなっちゃったと。もうね、ズームで収録とかっていうのもあの当時あ、ね、よく僕はテレビなんかでも見かけましたけど、本当に仕事がですね、一気にこうガクーンともう半分どころじゃないっていう感じだったんですよね。で、たまたまそういうコロナの入り口のタイミングで、芸能系のね、そのエンタメの仕事をやりたいって入社してるっていうことを、取締役の方とかも知ってくださってたのみたいで、でちょっとこう新しくね、そういうコロナになってしまって案件が飛んでしまってるから、新しくこう事務所の中でビジネスを立ち上げていく、こうキャッシュを生んでいくようなことができないかなっていうこと で、私いろいろこう新規事業とかも過去やらせていただいた経験もあったので、なんか YouTube、YouTube の事業をそういう、事務所の中でも立ち上げて、それでこうキャッシュを生んでいこうみたいなことをトライしましょうっていう話になってですね、ある日突然 YouTube 担当になったんですよ今度そうなんですよね、よくわからない人生を歩んでましてコンビニ屋さんからですねカラコン屋さんになって、その後 YouTube 屋さんになったんですねYouTube でも私としてはすごくそれは願ったり叶ったりで、なぜならその、会社の入り口の面接は私 AD で受けに行ったんでねAD やりますっていうことで言ってたんで、YouTube のこう制作をやっていいぞということでですね、任せてくださることになって、いわゆるこうディレクターみたいなことにいきなりなったんですよねで最初ね、 YouTube チャンネル立ち上げるためのこう企画を、コンセプトか、どういうチャンネルにするのかみたいなことをですね、やっぱコンセプト会議をやったりとか、あとは、どういうふうにすればその YouTube チャンネルっていうのが、成長していく、こう伸びていく、よく見てもらえるようなチャンネルになるのかみたいなことをこう必死になって調べてですね、あと YouTube やってる人に聞いてみたりとか、 YouTube 会員関連のねお仕事もたくさんあるんですけど、それ関連してる仕事の人たちに聞きに行ったりとか教えてもらったりなんかして、 YouTube のディレクターとしてのこうデビューを果たすことになりました。YouTube ですね、その時に YouTube を今でもですね、私は会社辞めてしまいましたけれども、今でも、継続している YouTube チャンネルで、楽しみに今見ているんですけど、そこでのですね、いろんな経験させてもらって、なんか一番新鮮っていうか嬉しかったのはやっぱ台本を書く台本を書くっていうのがね、プレッシャーでもありましたけど、台本の書き方って分かんないじゃないですか台本の書き方を YouTube 見て調べるみたいな、学ぶみたいなそんなことやってましたねもうその手前ではもう YouTube の立ち上げ方を YouTube で見て調べてましたどうやって YouTube チャンネルで作るのみたいなこともね全部 YouTube で学ぶっていうね、そんなこともありましたね。YouTube のね、そのチャンネル担当になってから、
そこ担当っても一人だけだったんでね、私だけだったんで、まあ、カラコンの時も私だけだったんですけど、一人しかいなかったんですけど、まあ、一人担当で、なんでこう AD さんっぽいこともですね、当然やって、あの段取りしたりですね、なんか備品揃えたりとか、あとあのロケのアポイント取ったりとか、うん、そういう交渉したりとかね、あのゲストさんとの、段取り打ち合わせしたりとか、なんかそんなこともやったりですね、今までとはこうやったことがない、なんかようやくちょっとこう自分が新卒の時に、あ、なんかやってみたいなってちょっと思ったような仕事に、まあ、ありがたいことにやらせていただくことができたと、うん、いうふうになってですね、すごい楽しい、それもまあ YouTube もやったのも1年ぐらいだったかな、だったんですけどね、そんな長い期間ではなかったんですけど、やらせていただいて、うん、すごい楽しかったですし、うん、あのすごい貴重な経験をさせていただいたなというふうに思ってます。うん、まあ、そんなこんなでですね、そこでまあ会社員人生っていうことに、まあちょっと終止符を打ったというような流れになるんですよね。はい。で、地元の青森県に帰ってきたと。そんな、会社員サラリーマン人生、全4回にわたって自己紹介がてらお送りしてきましたけどね、またあの詳しいお話とかもね、このラジオでちょっとこうできたらいいかなって、考えてますんで、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということでですね、もう本当に毎回思うんですが、あっという間のお時間でございまして、エンディングでございます。まあ4月は終わりになりますけどですね、この番組4月で終わりませんので、5月も続いていきますので、まあ5月ぐらいかな、ちょっと本当気分でやってるんでね、何も決めないですし、喋ってる感じですしどうなるかわからないですけど、あのいろんな方をね、お迎えしてちょっとこうお話なんかもしていきたいなって持ってます。はい。あと、あ、そうだ。YouTube でご覧いただいている方は、私の画面のね、中に QR コードもありますので、私の Facebook ページとかですね、毎日日々、いろんなことを更新させてもらって、発信させてもらってますので、もしよろしければですね、Facebook とか、あとノート、内容ですね、毎日何かしら発信してますので、ご登録の方もお待ちしております。はい、それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございます。